後には町の聖ステファン教会で洗礼を受け、赤ん坊はアドルフと名付けられた。ここにアドルフ・ヒトラーという名が歴史の片隅に小さく記されたのである。アドルフ、このドイツ人らしく響きの良い名を父親のアロイスはどういう思いでつけたのだろう。まず第一に、アドルフという名前は誉れ高き狼とでも言うのか、一匹の狼の孤高な姿を表している言葉なのだ。それはまさに後々ヒトラーの姿そのままであり、彼の郷里バルトフィア邸の森の中に眼光鋭く毅然として立つ狼の姿でもあったのである。ところがこのアドルフという名は、もう一人ドイツ人にとっては忘れ得ぬ高貴な英雄、スウェーデン王グスタフ・アドルフの名でもあったのだ。王は17世紀の初めに自らスウェーデン軍を率いてドイツの地ライプツヒの西リュッツェンでボヘミアのフィートランド公バレンシュタインの率いる軍勢との戦いで激戦の末に勇敢にも戦死してしまうのであるが、ドイツ人はこの北方ゲルマンの王にしてキリスト教プロテスタントの庇護者でもある彼に死後になっても深い哀悼の思いを寄せたのである。アロイスが260年も前の合戦の模様をつぶさに知っていたわけではない。しかし後世になってもドイツ人がそのグスタフ・アドルフの壮絶な死を悼んでゆかりの地に記念の廟を作るほどに彼を敬愛していたことぐらいは知っていただろう。我が子にアドルフと命名した彼の心の内にはドイツ人としての意識が強かったことは確かなのだ。ブラウナウはインガーのほとり、その地域は東西に約500メートル、南北に約400メートルの楕円の中にある。ミュンヘンからの道はインガーに架かる橋を渡るとそのまま町の中央通りへと続き、両側には舞台の掛け合いのような美しく整然とした中世の町並みを家並みを見せている。広場を兼ねた道幅は広く、その右と奥には聖ステファン教会のやや細い塔がそびえ立っている。道の正面突き当たりの建物が役所で、中央には門がある。それは死の門とも言うべきもので、そこからは郊外へ出る道となる。ヒトラーの一家のポンメルン邸はそこから5、60メートルほど先の左手に立つ。表は3階建て、裏へ回ると屋根裏部屋とで4階建ての建物だ。奥行きはそれほどない。ところでアロイスの勤務先はこのブラウナーの町の中にはない。実は彼の勤める税関事務所の建物はイーガーの向こう側、ドイツ領のシンバッハの町にあったのだ。イーガーは川幅が広く120メートルぐらいか、水量は多く底は深い。川上のザルツブルクあたりでは水は緑色に濁り、川面は泡立って見えるが、ここブラウナウでは何者かを飲み込んでしまうほどに水をまんまとたたえ、青黒くとうとうとして流れている。税関事務所は橋のたもとに立つ3階建ての建物、各階とも 3,4 箇所の窓を持つが何の飾りもない無趣味なもの。アロイスは毎日この建物に出入りしては開けることもなくそこを通る採石運搬船や貨物船、それにインガーの川面を見つめる。そして朝夕の決まった時刻にはブラウナウの大通りを闊歩する姿を人々は見ることになる。一方のクララは3人の子供を抱えながらも生活は